皆さんこんにちは、ライフハックアニメーションです。突然ですが、皆さんは次のような課題を感じてはいないでしょうか。何度もぶり返す怒りや悲しみとの関わり方を変えたい、後戻りしないような継続的な前進ができる方法を知りたい、メンタルが改善した後の行動指針が欲しい。今日紹介するアクセプタンス&コミットメントセラピー、通称アクトは、心理療法の一つですが、そういった課題を前に悩んでいるあなたにとって一つの道しるべとなるはずです。アクトでは、不安や悲しみや怒りといった解決の困難な気分を無理に取り除こうとしません。むしろ排除することが困難なそうした感情や思考に収まるべきスペースを与えます。そしてくよくよ悩む自分の中から飛び出し、本当に価値あると思える行動へと全力で前向きに進む活力を与えてくれます。そんなアクトについて、これから分かりやすく解説していきます。ぜひ最後までお楽しみください。アクトとは、アクトでは不安や悲しみ、怒りといったネガティブな感情や思考を直接は解決しようとしません。むしろ人生には痛みがつきものであることを前提にしています。そして痛みを避けられないものとして受け入れながら、有意義で豊かな人生を自ら切り開いていく方法を私たちに教えてくれます。私たちは問題に直面したとき、それを何とか解決しようとするものの、なかなかうまくいかないことが多々あります。そんなとき、私たちはなんて自分はダメなんだと、さらには自分は壊れているとさえ思ってしまいます。しかし、アクトに言わせてみれば、私たちは壊れているのではなく、行き詰まっているだけなのです。その詰まっているものさえ取り除けば、誰であってもスムーズに前に進み始めるはずなのです。私たち人間には、人間らしさを司る脳があります。そんな素晴らしい脳のおかげで、感じ、考え、行動することができます。しかし、まさにその脳の基本的な心理作用が時に私たちにとって有害なものとなり、私たちの心を苦しめています。アクトでは、どうしようもないことをどうにかしようとはしません。どうしようもないことは、むしろどうしようもないこととしてそのまま受け入れます。その考え方と方法を私たちに教えてくれます。その上で、自分にとって本当に価値あることは何かについて考える時間をじっくりと確保し、その価値あることに向かって行動を起こすことを私たちに求めます。アクトとは英語で行動を意味しますが、まさにアクトを学ぶことによって、悩みにとらわれることを自ら手放し、価値を感じる行動を継続的に起こせるようになるのです。あらゆる心理的苦痛の背後にある2つの原因。先ほど、脳の基本的な心理作用が時に私たちの心を苦しめると言いました。アクトでは、私たちが感じるほとんどの心理的苦痛の原因として2つの主な心理作用があると考えます。それは、1、認知的フュージョン、自分の思考にとらわれてしまうこと。2、体験の回避、嫌な気持ちや思考を取り除こうとすることの2つです。これら2つは脳の基本的な働きですので、私たちは誰であってもこの2つを無意識的に行ってしまいます。私たちは生まれたばかりの時は、見たり聞いたり触ったりしかできない世界の中で生きていました。しかし、成長し、言葉を学び、考えたり覚えたりする能力が発達するにつれ、頭の中であれこれと考える世界の中で生きる時間が長くなりました。認知的フュージョンとは、そんな頭の中だけの世界で生きている状態で、嫌な記憶や不安をかきたてる想像の中に入り込んでしまいます。そんな状態は、誰であっても不快で苦痛を感じる状態です。そこで、体験の回避という心理作用によって、そこから抜け出そうとするのですが、そうした頭の中だけで起きている出来事というのは、取り除こうとすればするほど、どんどん大きく強くなっていき、逆に心理的に苦しめられてしまうのです。アクトでは、それら2つの心理作用の存在を認め、それに抗うのではなく、うまく迂回して行き詰まりから抜け出します。そして、これから紹介する6つのコアとなるプロセスによって、本当にしたいと思えるような価値ある行動へと私たちを導いてくれます。アクトの6つのコアプロセス。これからコアプロセスと呼ばれるアクトで使われる6つの方法を紹介しますが、それらは次の3つの目的に大きくまとめることができます。それは、目的1、思考や感情に抵抗せず受け入れること。目的2、今この瞬間に意識を定めること。目的3、大切だと思うことができること。つまり、アクトの6つのコアプロセスを実践することで、思考や感情に抗うことなく受け入れ、今この瞬間に意識を定め、大切だと思うことができるようになります。結果として、人生で感じる行き詰まりから抜け出し、大切と思える行動に向けて前に進む活力を得ることができるのです。それでは、これからそれら3つの目的に沿う形で、
6つのコアプロセスを解説していきます。 1. 思考や感情に抗わず受け入れるために。思考や感情に抗わず受け入れるとは、頭の中で起きる様々な出来事にとらわれることなく中立的な立場を維持するということ。そのためにアクトでは That Fusion、アクセプタンスという2つのコアプロセスを発動させます。 That Fusion とは、自分の思考、想像、記憶から一歩下がり、距離を取った位置から評価を下すことなく観察することを言います。そのためにアクトではよく、そうした頭の中の出来事を家の外を走る車に見立て、家の中からただ眺め、関わったり巻き込まれたりすることなく、ただ過ぎ去っていくのを眺めるイメージを持つようにします。アクセプタンスとは、痛みを伴う感情や思考に対して、それに抵抗したり追い払ったりしようとせず、自分の心の中のスペースを広げ、それらを受け入れる場所を作ることを言います。それらの感情や思考を正当化したり、感謝したりするのではなく、ただその場にいることを許容するということ。そのためにアクトではよく、嫌な気持ちや思考がそこにいても気にならないくらいに、心の中の空間を広げるイメージで、自分の中に息を吹き込むイメージを持つようにします。以上の2つのプロセスによって、思考や感情に対してオープンになっていき、頭の中で起きる様々な出来事にとらわれることなく、中立的な立場を維持できるようにするのです。2. 今この瞬間に意識を定めるために。今この瞬間に意識を定めるとは、意識を過去や未来にさまよわせず、今というこの瞬間に定め、それでいて身の回りで起きている出来事にはっきりと気づいている状態を言います。そのためにアクトでは、今この瞬間との接触、文脈としての自己という2つのコアプロセスを発動させます。今この瞬間との接触とは、自分の頭の中の世界に入り込むのではなく、今この瞬間、目の前で体験している内容に意識を向け、味わうことを言います。その内容というのは、実際に五感で感じることだけではなく、今この瞬間に頭の中で起きていることにも範囲は及びます。そのためにアクトでは、マインドフルネスの手法を用います。心を過去や未来にさまよわすことなく、目で見て、耳で聞いて、鼻で匂い、手や足で触れていることを一つ一つに丁寧に意識を向け、それと同時に内面で湧き起こることに対しても、それに判断を下すことなく、ただ気づき観察します。文脈としての自己とは、そうした今この瞬間の自己よりさらにもう一段階高いところから自分自身を観察する視点のことを言います。言うなれば、考えている自分を観察する自分、感じている自分を観察する自分です。例えば、子供時代の自分と今の自分とは、場所も見た目も考え方も異なることでしょう。しかし、自分であることには変わりがありません。子供時代の自分も、大人になった今の自分も、自分であることには変わりはありません。その変わらない自分というのが、アクトでいう文脈としての自己です。以上の2つのプロセスによって、過去のことや将来のことで頭をいっぱいにするのではなく、目の前でまさに今直面していることにしっかりと向き合い、落ち着いた心で現実を見ることができるようになるのです。3. 大切だと思うことをできるために。大切だと思うことをするとは、自分がそれをすることに意味を見出し、そして意味を見出したことを実際に行動に移すことを言います。そのためにアクトでは、価値、コミットされた行為という2つのコアプロセスを発動させます。価値とは、自分にとって何が大切かを知るということです。自分は人生でこれをやりたい、大切にしたい、こんな風に行動したいということを言葉にして言い表したもののことです。アクトでは、価値とゴールとは異なるものとして区別します。ゴールは未来にありますが、価値は今ここにあります。価値とは、人生に意味や目的を与えてくれるものであり、ゴールを設定するように自分を動機づけ、刺激し、行動に駆り立てるものです。自分にとっての価値とは何かを知るために、アクトでは、心の一番奥にある願いは何かと質問します。それは、世界や周りの人、そして自分自身とどのように関わりたいかという希望です。そして、自分は人生で何をしたくて、どう行動したくて、どんな人になりたいかという希望です。コミットされた行為とは、自分にとっての価値に導かれ行う行動のことです。つまり、自分が大切だと思ったことを実際に行うということです。そんなことを言うと、大切だと思ったことを文字通り行動に移せたらいいに決まっているけど、それができないから困っているという声が聞こえてきそうです。そこで活躍してくれるのが、ここまでに紹介しているコアプロセスのすべてです。大切だと思ったことをしようとすると、自分にはそんなことできないよ、失敗するに決まっている、また傷つくことになるよ、といった声が頭の中で聞こえてくるかもしれません。そしたら、That Fusion とアクセプタンスによって、その声からネガティブな影響を受けないようにします。
そして今この瞬間との接触と文脈としての事故によって焦ることなく冷静に今この瞬間にしたら良いことを落ち着いて実行に移すことができます。アクトという言葉はそれ自体が行動を意味する英単語であるように、最終的には行動を起こせるようになることにその焦点があります。そのために以上紹介してきた6つのコアプロセスがあるのです。以上いかがでしたか？今日の動画ではアクセプタンス&コミットメントセラピーアクトについて紹介しました。アクトの実践における望ましい結果とは、価値に導かれたマインドフルな生き方です。メンタルの不調の緩和はアクトにとってはゴールではなく副産物としてもたらされます。私たちは日々様々な困難を前に来ていますが、アクトの6つのコアプロセスを実践することで苦しみを軽減するだけではなく、そこから学習し成長し、痛みをバネに豊かで有意義な生き方を手に入れることができるのです。ちなみに今日の動画と関連して、メンタル的な悩みに対処する心理的手法として認知行動療法やスキーマ療法、また認知の歪みについてこちらの動画で詳しく解説しておりますので、ぜひ合わせてご視聴ください。この動画の内容が何か一つでもあなたのお役に立てておりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。